今、日韓関係大変な状況になっておりますし、今先ほど紹介されました本の中にもね、いろんなことが書いてありますけれども、ただ例えば韓国を批判する場合に、そのどちらかと言いますとね、韓国を、あるいは韓国人、あるいはパク・クネ大統領でもいいんですけれどもね、その人たちが主体的にね、主体的に今例えば日本を批判し、あるいは慰安婦の問題を運営しているという具合にほとんどの人はみんな書いてあります、論じておりますけど ね、今おっしゃったその戦後体制との関係から申し上げますとね、はい、日本が戦争が終わった時に、当時は大日本帝国だったわけですね。その時に戦勝国であるアメリカその他にとりましてはね、要するに北は樺太から千島、あるいは南北の朝鮮、それから台湾、これがね含めて全てが大日本帝国の領土だったわけですね。でこれを要するに彼らはまず解体しようとした、ね、でその時に例えば我が国政府はね、例えば韓国との関係、あるいは台湾との関係っていうのは我が国政府にとりましてはね、これは植民地ではありませんよと、我々は英国と同じように、英国の正式の名前というのはユナイテッドキングダムなんです、イングランドが中心になってスコットランド、あるいはアイルランドをね併合したっていう形で作られているわけですね。それと同じように当時の我が国政府の考え方は、日韓っていうのはこれは併合したんであって、何も植民したわけでもないし、台湾はまさにこれは清国から譲渡されたと、まあ、いう形でありますもんですからね、これは一体的な日本の領土であるという感じだったわけですね。しかし戦勝国にとりましてはこれはどうしても解体戦でいかんということになった時に、その我が国含め、その日本の大日本帝国の領土って言いますのをね、大きく分けますと5つに分割しちゃったわけですよ、ね、向こうは北の方の、ね、樺太、あるいは千島はソ連のもの、それからまあ北朝鮮はこれはソ連がありしました、あるいは関東軍との関係でしたからソ連のものになっちゃった、それから南はアメリカが占領した、ね、台湾は中華民国が占領した、そしてこの日本列島はアメリカが占領したという形になったわけですね。そして戦後体制っていうことを言いますとね、アメリカの立場からしてみれば、二度と日本が要するに立ち上がれないような国にしていこうということが基本ですね。でそのためにまずね、今北朝鮮の問題ちょっと起きまして、韓国についてね、彼らはその後独立したわけですけれどもね、その時にアメリカ占領軍は傀儡として李承晩というのを連れてきたんですね。そして李承晩に一番最初にやられた、李承晩大統領にやらした政策といいますのは、もちろん反共はありましたけれども、反日なんですよ、反日ね。そしてそれはもちろん教育もそうですけど、当時のね韓国の人たち、北朝鮮も含めましてね、そうでしょう、戦争中、例えばあの人たちは大日本帝国の臣民としてね、日本の軍人になり特攻隊まで参加してたくさんいらっしゃるんですよ。そうですね、そうでしょう、はい、要するに日本のためにみんな戦ったわけですよ。でわずか36年と言われてますけれども、要するに併合の時代と言います。しかしこの間に日本がやった教育ということは韓国の近代化にものすごく大きな影響がありましたね、はい、これをアメリカは徹底的に要するに破壊しようと、要するに日本を、うん、ということでね、どちらかと言いますと、例えば英国の植民地政策がそうであったように、うん、ディバイド・アンド・ルールという形ですね、韓国と日本を分断することによって、うん、なるほど、ね、要するに両国を共に支配していこうと、うん、まあ、こういうその体制を彼らは取ったわけですよ、うん、そうですね、ね、それを忠実に実行したのが李承晩ですよ、うん、ね、で李承晩大統領の時代から今日に至るまでそういう形になってきたわけですけれども、従いましてね、従いまして今言われてるその何て言いますか、韓国の反日とかなんかっていうようなものは、要するにそれは今の韓国の人たちがなんか主体的に、先ほど言いましたようにね、あれしたもんではなくて、逆に言うとね、要するにアメリカによって、アメリカによってね盛り上げられた、まあ、こういう最初の段階ですよ。なるほど、まあ、そういう場合僕らは受け取る、従いましてね、そういう意味ではね、この今言ったように韓国の問題と日韓の問題と反日の問題と
要するに戦後体制というのが不可分の関係にあるという具合に私は理解しております。